こんにちは。皆さん。今回は、物価の高い国のトップ10をご紹介します。このランキングは、2021年のデータをもとに作成されています。物価の高い国は、経済成長やインフレーション率、物価指数などが影響しており、地域や都市によっても異なります。このランキングはあくまで参考程度にご覧ください。第10位は、フィンランドです。フィンランドは、北欧半島に位置する国で、スウェーデン、ノルウェー、ロシアと国境を接しています。フィンランドは、豊かな自然や高い生活水準、幸福度の高さが魅力的な国ですが、物価も高いことが特徴です。特に、ハウスホールドの支出に占める食品や、アルコール飲料などの消費税率が高く、物価を押し上げています。第9位はスウェーデンです。スウェーデンもフィンランド同様、北欧の国であり、高い生活水準が誇る国です。しかし、その豊かな生活の代償として、物価も高めになっています。スウェーデンでは、社会保障や公共サービスが充実しており、その財源として、消費税率が高めに設定されています。また、食品やアルコール飲料、タバコなどの消費税率も高く、物価を押し上げる要因となっています。第8位は、シンガポールです。シンガポールは、東南アジアに位置する小さな都市国家で、世界でも有数の金融センターとして知られています。しかし、その豊かさにもかかわらず、物価は非常に高いです。シンガポールでは、輸入に頼った経済構造となっており、食品や医療品、住宅などの物価が高くなっています。また、公共交通機関や医療費なども高額であるため、生活費がかさむことになります。第7位は、イスラエルです。イスラエルは中東に位置し、多様な文化と歴史が深く根付いた国です。しかし、その繁栄に伴い、物価も高くなっています。イスラエルでは、不動産価格が高く、家賃が高いことが物価上昇の要因となっています。また、食品やアルコール飲料、タバコなどの消費税率も高く、物価を押し上げています。第6位は、ルクセンブルクです。ルクセンブルクは、欧州の中心地に位置する小さな国で、高い経済成長率と豊かな国民生活が特徴ですが、物価も高めになっています。ルクセンブルクでは、高級な不動産や自動車が多く、それらの価格が高いことが物価上昇の要因となっています。また、消費税率も高めに設定されているため、物価が高いという評価がされています。第5位は日本です。日本はアジアの国で、先進国の一つとして高い生活水準を誇る国です。しかし、高齢化や経済成長の停滞などが進む中で物価も高くなっています。日本では不動産価格が高く、家賃が高いことが物価上昇の要因となっています。また、消費税率が高く、食品やアルコール飲料などの物価も高めになっています。第4位はデンマークです。デンマークは北欧に位置し、福祉国家として知られています。その代償として、物価も高めになっています。デンマークでは、公共サービスや社会保障が充実しており、その財源として、消費税率が高めに設定されています。また、食品やアルコール飲料、タバコなどの消費税率も高く、物価を押し上げる要因となっています。第3位は、アイスランドです。アイスランドは北極圏に位置し、美しい自然と独自の文化が魅力的な国です。しかし、その自然豊かさにもかかわらず、物価は高めになっています。アイスランドでは、自然環境による物価上昇が大きく、食品やエネルギーなどの物価が高いことが特徴です。また、消費税率も比較的高いため、物価が高いという評価がされています。第2位はノルウェーです。ノルウェーも北欧に位置し、豊かな自然と高い生活水準が特徴です。しかし、その生活水準に相応した物価も高めになっています。ノルウェーでは、豊かな自然資源による経済成長があり、物価を押し上げる要因となっています。また、高い生活水準を維持するため、公共サービスや社会保障が充実しており、その財源として、消費税率が高めに設定されています。第1位はスイスです。スイスは、アルプス山脈に囲まれた中央ヨーロッパの国で、豊かな自然や高い生活水準が魅力的な国です。しかし、その代償として、物価が世界一高い国となっています。スイスでは、
高い生活水準を維持するため、公共サービスや社会保障が充実しており、その財源として消費税率が高めに設定されています。また、スイスフランが世界的な安定通貨であるため、輸入品や観光などで外貨を必要とする場合、スイスフラン高の影響により物価が高くなっていることもあります。以上が物価の高い国のトップ10ランキングです。物価が高いということは、一方で豊かな国民生活や公共サービスが充実しているということでもありますが、生活費がかさむというデメリットもあります。それでも、それぞれの国が持つ魅力を享受するためには、物価の高さを受け入れることが必要かもしれませんね。